北州は、ロシア連邦にあった州。州とは地下。シベリア連邦管区に属する。その一部でありながら、別個の連邦構成体であった、アガブリアート自治管区と合併して、ザバイカリエ地方となった。この地域は、約うつく時間帯の標準時を使用している。時差は、アトックプラス9時間で、価時間はなく、日本標準時と同じである。シベリア南部に位置し、 中国とモンゴルに接する。ロシア国内では、イルクーツク州、アムール州、ブリアート共和国、サハ共和国と隣り合う。主要な河川は、中国との国境線を形成するアルグン川とシルカ川。ヤブロノイ山脈の東部が含まれる。面積の約60%を森林が占める。石炭、銅、鉄鉱石などを産し、貴金属類が豊富。 ピョートル・ベケトフに率いられたコサックが1653年に探検し、17世紀頃からロシア人の入植が始められた。地とは19世紀中頃までは流景地として機能していた小さな集落に過ぎなかったが、20世紀初頭にシベリア鉄道が開通して、以後発展した。中国やモンゴルとの国境地方の強化のために入植が強化され、 1920年にチタは極東共和国の首都とされたが、1922年11月にロシアに併合された。主要な産業は金属加工、木材加工、蛍光業、食品加工など、牛、羊、トナカイの飼育が盛ん。ありがとうございます。